マティアス・ニコラス・ビーニャス・スペレギは、ウルグアイ・カネロネス県エンパルメ・オルモス出身のサッカー選手。セリエ a a ス・ローマ所属。ウルグアイ代表。ポジションは DF。マティアス・ビニャと表記されることもある。2015年にナショナル・モンテビデオに入団。2017年シーズンにトップチームに昇格。同年シーズンは、リーグ戦出場は4試合。 翌年シーズンも1試合の出場にとどまったが、2019年シーズンに大きく飛躍し、開幕からレギュラーに定着。4月7日のリーベルプレート戦でプロ初ゴールを決め、同シーズンはリーグ戦34試合後ゴールを記録。チームは後期リーグで優勝し、前期リーグ優勝の CA ペニャロールとの優勝決定プレイオフを制し、2016年シーズン。 以来のリーグ優勝を経験した。2020年1月24日には、同年2月に埼玉シティカップで来日することが発表された。2020年1月31日、SE パルメーラスと4年契約を締結。AC ミランとの競合の末、クラブにとってはこの年最初の補強であった。遺跡金は350万ユーロで3回に分割されて支払われるが、 新型コロナウイルス感染症の影響により半年の期間を要することとなった。2021年8月8日、エースローマと5年契約を締結したことが発表された。2017年に南米ユース選手権で優勝し、2017FIFAU-20 ワールドカップに U-20 のウルグアイ代表として出場。4位入賞を果たした。2019年に、 フル代表に初招集。9月7日のコスタリカ戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。